録画を始めてから、あー、待って、1時間13分。ついに来たね、魔法の亜種。なんて名前だっけ。防御力は3か。っていうことは、ハンマーの方が攻撃力が高い。魔法音ね、とりあえずちょっと体力を覚えてないから貫きやっとこう。魔法音、HP10 か。なるほどね。防御力今6か。あいつ痛い。じゃあ、いや貫き殴りで攻めてって、で仲間チェンジでビビアンにしよう。ビビアンも体力やばいけどな。まあそうだよな。貫き殴りで魔法音の体力削って、で残り1体にさせたくないから、後ろの方に駆け抜けパンチ。痛い。なかなかタイミングが痛いよ。でつまりビビアンが影抜けパンチで魔法音をやっつけて、で貫き殴りをすれば終わりだ。スーパーキノコ、間違えた。スーパーキノコは、待って、いくつだっけ。10回復だよね。で一体ナンシーディナーをしてて、スーパーキノコをビビアンに使おう。でナンシーディナーを拾うと。よし、トゲノコエースか。トゲノコエースはまあ踏めればね、全然強くないからな。とりあえずトゲノコエースを踏んで、痛い。待て、それよりも魔法を倒すべきかな。それよりも、魔法じゃねえや、魔法音だな。こっちをやろう。24の、ジャンプで仕方ないけど行こう。で影抜けパンチを魔法音に食らわせて炎にする。痛いけどね。攻撃力アップか。このターンに倒さないとしんどいな。そしたらジャンプでこっちはやっつけつつ、防御力が今ゼロになってる前方のトゲノコエースに攻撃かつ火をつける。チャージしたか。
ここは敵を行動不能にさせるために次々ジャンプがベストだ。とりあえずは前のトゲノコエースを集中してやっつける。よし、じゃあ前はビビアンに任せて後ろをマリオがジャンプで攻撃。よし、これでおしまいだな。レベルアップが近づいてきた。あと20スタッポイントだ。レベルアップの時にはビビアンを出しておきたいな。でもバレル今いくつなんだっけ、体力確認しとくか。てかファントムか、バレルにしよう。16ね。こっちは13くらってて、こっちは24くらってる。14くらってる。バレルの方がいいか。いや、思ったより微妙だな。バサバサチルルを倒して、あぶね。どうする、バレル防御に接した方がいいんじゃないのか。防御しよう。で、先にワンワン倒して、あー霧か。これはここは霧の時こそ時限爆弾。一個微妙なところはやったな。よし、当たんない。ナイス。そしたらジャンプ当たるか。ダメか。もう一回行くか、事件爆弾。当たったか。痛いな。よし、1か。でもまあまあ、でも削ったんじゃん。ジャンプで行動不能にして、あとは爆発で攻撃だ。あー、くそ、ダメか。揃えたかったな、ここは。なかなかダメですな。6スターポイントゲット。バサバサチルルかな。うわ、魔法音が2体か。テレサの服持ってるの厄介だな。爆発で攻撃をしよう。とりあえずよし。え、いった。やばい、バレルがやばい。
残り1体にするのはまずい。ジャンプで削るか。普通のハンマーでもよかったな。仲間チェンジで、とりあえずここはビビアンだ。危ない。うわマジかよ、思い通りにいかねえな。きつい。使うか、ズバットスター行こう。いやーここじゃないな、使いどころはここじゃない。むしろ今はキラキラ落とし。ダメか。混乱だもんな。痛いや。やばいな。こう来たら、まあ改めてキラキラ落とし。しんどいね。そろそろ回復1個使うか。待って、とりあえずプレソの服は取れるでしょ。いやでももうすぐレベルアップだしな。とりあえずレベルアップしてから決めようかな。バレるやばいけど。あ、踏んでも意味ないんだっけ。チクったな。まずは魔法音だ。影抜けパンチで、痛い。マジか。 あ攻撃じゃないか。ボーゲルカップね。どうせ貫きなグージ使うからそこは関係ないな。2位。前は食らわないよね。前じゃない、後ろ食らわないよね。バレルに変えといて。痛い。あ、まだレベルアップできないか。マリオも地味にヤバくないか。いや怖いからビビアンにしとこうか。どうする、超元気だなここは。マリオは結構回復できてる。
いいんじゃない？痛い。まあ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 、いいでしょういいでしょう。次でレベルアップするな。これはバレルでレベルアップしよう、できれば。待って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 、バレルでレベルアップしたいから。あとはあとはみんな飛んのかな、じゃないね、やっぱり一緒にいるやつだけだな。行こう。あー、くそ。つうかそっか、さっきな、いや頑張ろう。死ぬかもしれん。痛い。うん。防御力が3なんだよね。とりあえず前倒して、2体目に火つけて、攻撃力アップか。あっ、やめ、当たってないぞきついな。でも一旦で倒す方法は、一旦で倒す方法、アイテム使わない限り無理か。魔法の炎は何ダメージだこれ。やるか、やるしかない。いや待てよ、でもこれで倒したらバレルで回復できねえ。待て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 、かといって今バレルにすると死ぬ。どうすればいいんだ。駆け隠れで時間を稼ごう。いやもっと状況がやばくなってる気がする。痛い。なんで食らわなかったんだ。すんごい爆発。何ダメージだろう。通るか。キラキラ落とし使うか。キラキラ落とし使おう。バレルに変えて。キラキラ落とし。これで終わりだ。よし。
でレベルアップだ。これで回復ね。奪われるとマリオ。BP を増やしてフラワー節約 P をつけよう。ちょっと待ってね。ビビアンに変えてハートを拾う。で転生されないを外してフラワー節約 P をもう一個つける。うん、よし行こう。トゲノコエースか。トゲノコエースは踏んじまえばこっちのものだからな。次次ジャンプで行こう。影抜けパンチで来たらこっちをジャンプで集中攻撃して影抜けパンチして、で1体しないでしょ。そしたら今度はこっちをジャンプで踏めば動けない、影抜けパンチで火をつける。でジャンプで倒して影抜けパンチで火をつける。まあ動きをね封じられれば怖いもんはねえよな。結局相手の組み合わせってのもあるよね。まあまあ魔法系の敵は全部嫌だけど。よしよしよし、いい感じでハートも落としたな。っていうか移動や出てこねえな全然。ファントムか、バレルの方が良かったかな。微妙。魔法運を踏んで火をつけて、まあこれが成功法でしょう。痛い。攻撃力が高いんだよな。ジャンプでやって、よし。で残ったらガードさせとこう。そうすればね、ノコタロの場合は防御力が2まで上がるからな。うん、あレベル上がったから1しか入んねえ、スターポイントが。まあホーン倒して1か。テレサの服を拾ったからそれもどっかで使えるといいけど、100回まで取っとくか。
バサバサチルル多いな。まあ、よけよけだし、ビリビリだし。防御に徹するか。防御に徹するなら、ノコ太郎にチェンジした方がいいな。うん。痛い。スターパワー使ってねえんだよな。防御ね。よし。回復はビビアンに変えて取ると。よし、やっと80回。そして移動屋いるじゃん。こんなところにもいるのか。やっつけーだよね。よし、どんどん降りましょう。昔移動屋で降りて、その先の部屋がまた移動屋いたみたいな、一気に 10個降りれるみたいな時あったね。ああ、もう、よし、スーパーガード決めてやったぜ。絶妙に体力残るね。次々ジャンプで全体にダメージを与えて、足食った。何をやっているんだ。ラッキー、ラッキー。まあ、スーパーガードはあまり狙いすぎない方がいいからな。いざという時にしくる。よし。あー、ダメだ。全然ダメだな今回。よし、どうせ火で死んだけどな。ダメか。スーパーガード狙うの危険だな。できればダメージがゼロになるんだけどね。遊びすぎた、これは。痛い。普通にガードミスった。結構食らっちゃったな。でも9スターポイント1体3もくれるんだ。ヘンニャーは結構くれんだね。だいぶ食らったからだいぶハートも落としてくれたし。またヘンニャーか。くそ。よし、決めてやったぜ。キラーパックもいいのか。つうか、あの辺そっか、初めて会う時か。クリスティーヌ出さないとだな。とりあえずでも変には倒したいね。体力大丈夫かな。やばくないか。結構やばくないか。もう一回超元気使うか。
マリオはとりあえず超元気使っといて、その後ビビアンは仲間チェンジで、あ、マリオがあんまり回復できてない。ビビアンは全回復したな。クリスティーヌにすると、ガードして5だからな。完全逆戻りしたね。このままだと次のターンやられるぞ。どうする？ココエラで回復しとくか。ナンシーディナーでマリオは10回復して、その間にクリスティーヌで敵の情報を得る。キラーパックンは HP15 高いな、攻撃力9。くっそ、そのまま食らった。自利品だな。いや、このままだと死ぬ。ここはアイテムを使って、テレサの服使うか。一旦透明になって時間を稼ごう。物知りで闇トゲダルマの情報を得る。884、防御力高いな。おい、何をやっているんだテレサ。ジャンプして、もう一回超元気いけなくもないな。だがここは応援キスで、マリオをもう一回行動させた方が良くないか。じゃあ当たんないでしょ。貫きのグーリと終わらせるか、もう一回超元気を使うか。スターパワーを回復に使いすぎるのはどうなんだ。いや、ここは貫き殴りでやっつけとこう。もう一回ナンシーディナー使うか。経験値はうまいな。結構戦闘も厳しくなってきたな。全回復したのか。じゃあクリスティーヌがいいな。まあまだ使えるっしょ、ナンシーディナー。マリオに使おう。
よし、行くぞ。闇トゲダルマか。他の敵が誰かによるけどな。あ、待って、作った。あ、いいのか。なんでいいんだ。先生だといいのかな。え、そんなことないでしょ。え、トゲダルマって横から攻撃できないんじゃなかったっけ。なんだこれは。じゃあもう一回やってみる。できるわ。なんでできるんだ。そういう敵だったっけ。まあどっちにしろこっちは攻撃なんかできないからバリルとかになった。ハンマー、なんでだ、何の違いがあるんだ、謎すぎる。痛いな。でも相変わらず回復して。シーネにしておけば、超元気使ってからもう一回マリオで行動して倒すとかもできるわけか。多い多い、しんどいなこれは。え、これワンチャン一発でやんないと死ぬ説あるぞ。普通に釣らんたら1670。一旦逃げよう、一旦。もう一回戦おう。作戦がある。先生はできなくてもいいや。ズバッとスターを使う。何がラッキーなんだ。ビリビリ？もともとビリビリだぞ。まずズバッとスターで全体に15与えてから応援キッスでもう一回マリオに行動させて次々ジャンプだ。応援キッスと、そしたら次々ジャンプ。あ、しくったー。相変わらずピンクは揃わない。スターポイントは美味しいな。16か。じわじわシロップか。 FP は困んないんだよな、結局あんまり使わないから。回復した方がいいかな。あー、しくった。これは死ぬぞ。死んでしまう。
うわ、毎回でもズバットスター使いたいわ。まあその方法もなくもないけどね。マリオが攻撃してアクロバットでスターパワー貯めて逃げてを繰り返せばそのうち貯まるからな。敵の攻撃の番にさせずに。しかしそうもいかない。幸いこいつらは前の敵しか攻撃できないから、仲間のライフで受けるか。一瞬で死ぬぞ。でも989でしょ攻撃力。ワンチャン一気に26削られる可能性もあるわけだ。ビビ太郎で受けるか。その後どうする。受けてどうする。その後受けてどうにかなるのか。ならなくないか。ここは回復するしかなくないか。結局マリオが受けなきゃ。ダメージがでかすぎる。削っていこう。アイテムでじわじわシロップよりはじわじわキノコの方が良かったな。ランチディナーをマリオに使う。9HP。結構消費してきたな。痛い。あーやばい。1か。やばいってこれは。これはやばいって。バヤなんですけど。もう一回10回復して4と6、10から。ガードに失敗したら死ぬな。緊急キノコあるとは言ってもだよ。あ、キノコくれんじゃん。いいね。とりあえずじゃあ次々ジャンプするでしょ。でクリスティーヌはマリオを回復させる。もっと回復量多いのしかもうないかっていうか普通に。ナンシーディナーはあんのか。でもナンシーデラックス使うか。いやギリギリまで耐えよう。いやでもナシディナーは仲間用に取っておくべきだったかもしれん。ミスったか。よしガードあー作ったか。しゃあない。緊急キノコ1個消費しよう。よくないな流れが。よくない。キラーパックは倒して、アピールでもしとこうか。くっそ。ハンマー。地味にレベルアップ遠いからな。もう一個回復使うしかないか。回復アイテムあといくつあんの。ロイヤルキノコ6つにナシデラックス1個か。キノコは仲間用に取っときたいな。次の戦闘の始めで
超元気を使うか。てか次90回か。でももうちょっとだな。もうちょっとだ。もうちょいで。そうするとでもズバッとしたらもう捨てがたいんだよな。結構ラッキーだって。何それ。もうラックにどんどん振ってく？結構ラッキーっていくついるのあれ。7か。7。たまにラッキーの上位互換ってことでしょ？つまり。たまにラッキーが2なんだよな。7はきつくないか。2。フラワー節約取って6。あと1でしょ？無理ゲーやろ。まあ、レベルアップしたら、フルとか。どうしよう、次。超元気に使うか、ズバッとスターに使うのか。どっちの方がいいんだ。まあいいや、行くしかない。ゴー。